俺の名前は久我小鉄。助けてくれ、助けてくれよ。力のない極道は死ねばいいんだろ。てめえの吐いた言葉には責任を取らせる人情派の極道だ。俺たちの島である黒煙街には現在一つの厄介な問題がある。なめなめ、遠慮はいらねえぞ。さすがは新平さんだ。それはとあるバカが暴れていることだ。本来ならそんなアホは俺たちが粛清するのだが。お客様、かなり飲んでらっしゃいますが、そろそろご料金の方を。今回ばかりはとある理由から手が出せないでいる。その理由というのは。誰に言ってんだお前。俺は京国組組長の息子だぞ。このクソがうちの親父の息子ということだ。この草加新平って野郎は一言で言うなら虎の意を狩る狐だ。こいつは俺の息子の新平だ。みんなよろしく頼むわ。こいつら全員親父の下っ端ね。問題なのは借りている伊賀京国組の看板ってことだ。お前なんか早死にしそうだよね。正直に言えば京国組のメンツを汚すこのクソ野郎を今すぐぶち殺したい。頭、あのボケナス、なんとかできねえんすか。こらえろ、さすがに親父の実施をタコにはできねえ。だが極道の世界では親は絶対だ。勝手にその血縁へ手を出すことはできない。俺たちがそうやって我慢している中でもあのバカは島で好き勝手しやがる。あら、またサービスしろや。京国組が黙ってねえぞ。そして何かあれば京国組の名前を出して相手を黙らせる。奴の傍若無人の被害は森代を払っている店にまで及び、守ってもらうはずの京国組に店を荒らされたらたまったもんじゃないよ。すみません、本当に申し訳ない。俺たちはひたすらに頭を下げるだけ。なんか土下座も板についてきた。俺たちがそんな我慢の日々を続けていたある日のことだ。兄貴大変です、あのバカボンが。あの野郎また何かやりやがったのか。また新平のバカが問題を起こしやがった。急いで駆けつけたのだが、それはとんでもない問題だった。新平さん、今度は何やったんすか。お前は久我だっけか。ちょっと人やっちまった。これを聞いた時は一瞬目の前が真っ暗になった。思わず絶句する俺を気にもせず、クソバカはとんでもねえことを言い出す。それでよ、ちょっと死体の処理を頼むわ。兄貴、こいつを殺して僕も死にます。アホ、それ無駄死に。その後俺が何とか聞き出した事情はこんなものだった。おい、お前脱げ。お、さすがは新平さん。無理です。あのバカボンは今日も店にがっつり迷惑をかけながら騒いでいた。だが店は貸し切りじゃない。迷惑に思う客だっている。うるせえぞボケ、周りでも飲んどるんじゃガキが。今日はまずいことにその客が極道だったのだ。古文どもを率いていたバカボンは当然奴らへ噛みついた。てめえ、俺を誰だと思ってんだ。京国組組長の息子だぜ。それがどうした。てめえはどう見ても三下だ。しかしその極道たちはバカの脅しなど滋賀にかけなかった。そうなると場所を変えて喧嘩となるのだが。うれ、隙だらけだぜ。背中ぐらけ。なんと奴らは道中背後から棒状のスタンガンで不意打ちしたらしい。さらに動けない極道たちを袋叩きに。俺を安く見んなよ。京国組なんざ足がかりなんだよ。なんだよこいつは、焼き豚だぜ。喧嘩にルールはないとはいえクズすぎた。そして頭に血が昇った奴らはやりすぎてしまう。新平さん、こいつら息してませんよ。クソザクが、死ぬなよ。手間かけさせやがれ。そうヤクザたちを殺してしまったのだ。本当に本当にいい加減にしろよこのクソったれが。それでやったのはどこの組のものなんすか。知らねえよ、そこの奥で寝てるから始末するときにてめえらで調べろや。あんたな。なんだ、俺に盾つくのは親父に盾つくのと一緒だぞ。クソったれ、このキツネ野郎が。兄貴、殺害命令を出ないと僕が狂います。 OK と言いそうだ。そして去り際にバカボンはこんなことを言った。弱い奴に生きる価値はねえんだよ、てめえも気をつけろや。単価を噛み砕いているうちに奴は夜の街へ消えた。その後路地裏に向かうと極道二人の死体が転がっていた。まずいですよ、こいつら川内組だ。天尾組とことを構えるって時に。最悪だ、奴らを相手にして二面戦争なんて冗談じゃねえぞ。
今回の殺しは仏を処理したので表向きには明るみに出なかった。こが島で川内の連中が何か嗅ぎ回ってるぞ。くそ。だが組員が消えれば当然川内組の奴らは気づく。しかもバカボンは国園外では悪い意味で目立っている。どうします？川内組の奴らバカの仕業だって掴んでますよ。あの野郎本当に余計なことしかしやがらねえ。今の状況で川内組と喧嘩はできない。自分のケツは自分で拭いてもらう。それしかねえ。わかりました。警護はしません。そして幸いなことに奴は京極組の杯を受けたわけではないのだ。しかし俺たちが出した結論に水を差す人間がいた。何ですか親父？新兵が川内組に狙われている。お前らはあいつを守れ。何ですって？なんと親父からバカボンを守るように命令が来たのだ。新兵がガラをかわせばいいでしょう。今あいつをかばえば川内組と揉めることになりますよ。うるせえ。追っ手が来たらどうする？組で守るのが安全だろうが。頭の抗議も虚しく親父は一方的に命令した。前にも言ったが極道の世界では親の命令は絶対だ。あのクソ親父が。クガすまねえが泥をかぶってくれるか。だが組の命運を犠牲にしてまで従う必要があるのか。新兵のバカを川内の奴らが見つけるのに時間はかからなかった。新兵さん。クガ追われてんだ。あの路地だ。助けに来い。その日の夜には命乞いとは思えねえ上から目線の電話が入ってきた。指定された場所へ向かうとすでに川内組の奴らの姿があった。よかったな坊や。京極組のヒーローが来たみたいだ。俺は川内組の辰本だ。まずい。新兵の柄を抑えている奴はかなりやり手のオーラだ。助けろ。俺が死んだら親父が黙ってねえぞ。この後に及んでパパと来たか。こんな奴についてきた子分どもは浮かばれねえな。無様な新兵と呆れた顔の川内組の刺客。まあこんなセリフ聞けば当たり前か。あいにくだが俺たちの方針はもう決まっている。俺は邪魔するつもりはねえよ。けじめ取るなら好きにしな。えいくら絶対とはいえ組あっての親だ。市場のために組織は犠牲にできない。いいのかい？この坊やお前さんの親の実子だろ。そうだよ。ふざけるな。だがこいつはうちの組員じゃない。俺らがケツを拭いてやる道理はねえ。そう言うと川内組の刺客は納得したようにうなずいた。いいだろう。親の子を見捨てる気概に免じてこいつからけじめを取ることで手打ちにしよう。助かる。こういう判断ができるってことはこいつは川内組内でも力がある存在なんだろう。こっちは話がまとまったのだが当然足元のバカは異論を唱えてくる。組を裏切るつもりか。バカを言うな。てめえは京極組の意を借りていただけでうちの人間じゃねえ。言うにこと書いてこれとはつくづく救えねえ。だが奴の理屈が通るほど世の中は甘くできていない。新兵お前言ったよな。弱い奴に生きる価値はねえって。てめえが吐いた理屈なんだ。男なら筋通してみろや。俺が奴にすることはこれだけだ。ヒーローからも見捨てられちまったな。そんじゃあけじめをつけようか。俺は振り返ることなくそのまま血生臭い現場を後にした。新兵の奴がくたばったことはすぐに親父の耳に入った。なんでだクガ。守れと言っただろうが。申し訳ありません。間に合いませんでした。何が間に合いませんでしたら何にとんのか。やつを捨てたことは秘密にしたがそれでも焼きは免れなかった。実子を失った親父の怒りはそりゃ凄まじかった。役足らず様が今の地位にいられると思うなよ。すみませんでした。悲しいのはわかるが自業自得だろう。俺も頭もボロボロになるまで殴られた。そったれ。クガ大丈夫か。なんとか。今回の件は新兵の自業自得だとみんなも感じていた。兄貴辛いです俺。しゃあねえよ。まずは病院だ。今回の一件は明らかに京極組に不穏な影を落としている。俺たちが受けた焼きは親父への反感を高めることになった。本日の動画は以上です。ヒューマンバグ大学では闇をテーマに様々な物語を展開していきます。他の動画もぜひ。